はい、私のマックスのファイナル優勝予想は、1回戦は、ザンビディスと長嶋選手、まあ、強打の同士のスリーリングな試合で、まあ、長嶋選手はもともと僕一緒のやった仲間なんで、めちゃくちゃ応援してるんで勝ってくれると思います。と、2試合目、アルバート・クラウス、ジョージ・ペトロシアン、そうそう、ペトロシアンがまだ底知れぬ強さを持ってるんで、まだ今回もまた勝ち上がっていくと思いますね。と、第3試合、ドラゴとモハメド・カマル、ドラゴ選手の、まあ、瞬発がすごいんで、なんか一気に来そうな気がしますね。ドラゴ選手は勝ち上がって、マイケル・グロスキーで、佐藤選手は、まあ、佐藤選手が勝ち上がると思います。では準決勝ですけど、長嶋選手とペトロシアン選手、まあ、注目の対決なんですけど、長嶋選手が、変則的な動きで勝つと思います。はい。で、ドラゴ選手と佐藤選手も、この身長差もあるんで、やっぱり佐藤選手が経験で勝ち上がると思います。で、最後決勝戦が、夢の日本人対決で、長嶋選手、佐藤選手が、まあ、世界の舞台ですけど、まあ、日本のトップをかけてというか、日本トップが自然と世界のトップになるような感じで戦って、長嶋選手が勝つと思います。はい、私の優勝予想は、長嶋選手です。頑張ってください。